昨日までライブの準備とか新曲作りで忙しかったから今日一日だけオフにしてもらえたんだ。ねえ、せっかくだから二人だけで打ち上げに行かない？え、どうして二人でって、それはほらライブの前に一緒に仕事もしたでしょ、その打ち上げも兼ねて。ね、決まり。近くに美味しいお店があるからそこでご飯にしよう。ここね、私のお気に入りのお店なんだ。君も気に入ると思うから。あれ、のぞみ？いけない、ファンの人たちみたい。早く逃げよう、騒ぎになったらお店にも迷惑かけちゃうから。もう追ってこないかな。急に走らせちゃってごめんね。じゃあ改めてご飯にしよっか。のぞみんだ、かわいい。ここにも私のファン。ごめんね、今日はお休みだから。のぞみんじゃ、死んだばあさんにそっくりじゃ。ここもダメなの？逃げるよ。街の外まで出ちゃった。でもここまで来たらさすがに。のぞみんじゃねえか、俺大ファンなんだ。私もだ。お前らを逮捕するのは後回しにさせてもらう。のぞみん、サインしてください。おう、喧嘩は一旦やめだ。のぞみん、握手してくれ。こんなところまで。今日だけはそっとしておいてよ。はあ、やっと二人きりになれたね。もう夕方だけど、はあ、せっかくのオフが終わっちゃう。ごめんね、また君の休日潰しちゃった。そういえば初めて会った時もこんな感じだったよね。そうだよね、ついこの前まで二人でデート、デートのふりとかできたのにね。でも私の目標はトップアイドルになることだからね。まだまだだよ、もっともっと頑張らなくちゃだよね。それじゃ、二人で打ち上げやりましょうか。食べ物も飲み物もないけど。ね、座って座って。もう帰らないと遅くなる？それはそうなんだけど、でもまだ打ち上げしてないし。嬉しいかな。今日はダメだったけど次こそはってやっぱり無理かな。ファンが多いのは嬉しいけど、どうしてもプライベートがなくなっちゃうから。はあ、君と遊べないなんて。私アイドルやめちゃおっかな。もちろん冗談だよ、冗談。ねえ、君は私にアイドル続けてほしい？私、もし君がアイドルをやめろって言うなら。君がやめろなんて言うわけないよね。いつだって私のことを応援してくれてるもんね。アイドルってすごく大変なお仕事だし、嫌なこともたくさんあるし、プライベートも全然ないし、それでもアイドルを続けられたのは君に会えたからだよ。だってほら、私がアイドルって分かった後も自然に接してくれてるでしょ。君の前でだけは私は一人の
普通の女の子になれるんだよ。だから普段はアイドルとして頑張れるの。君とこうして一緒にいる時間がアイドルとしての私を支えてくれてるんだ。あのね、今日はどうしても伝えたいことがあって。私、君のこと、いつもありがとう。君のこと信頼してるから、私がトップアイドルになるまで協力してね。これからもよろしくね。以上、伝えたいことおしまい。帰ろう。この気持ちを伝えたら、私はアイドルじゃいられなくなっちゃう。でもそれは君の応援を無駄にしちゃうことだから。だからこの言葉はしまっておくね。このケーキ美味しいって評判なんだ。早く来ないかな。あ、な、何この光。あ、来てくれたんだ。時間ぴったりだね。でもごめんね、もうちょっと待っててくれるかな。私まだ撮影中なの。これは来月発売のファッション誌に載るやつ。そんなに驚かないでよ。私がアイドルってこと忘れてない？まあ君には普通に接してほしいから忘れててもいいんだけど。とにかくそういうわけだから、もうちょっと待っててね。のぞみちゃん、いい感じだったよ。お疲れ様。はい、ありがとうございました。出せちゃってごめんね。ちょっと撮影が長引いちゃって。今日は来てくれてありがとう。少しでいいからお話がしたかったんだ。ほら、最近仕事が忙しくて会えてなかったでしょ。ちょうど椿ヶ丘で撮影だったから、呼べば来てくれるかなって。君がお店に入ってきた時は本当に嬉しかったんだよ。おかげで最後の方はいい顔で撮影できたかも。あ、このケーキ？うん、撮影で使ったんだ。撮影も終わったから食べちゃっていいって。ケーキ、ケーキー。あ、ケーキって言えばバースデーケーキだよね。別に深い意味はないんだけど、君の誕生日っていつかな。具体的には？あー、その日か。もうお仕事が決まってるんだよ。これじゃあ君の誕生日お祝いできないね。よし、それじゃあ代わりに今日君の誕生日をお祝いしてあげる。このケーキバースデーケーキってことにして2人で食べようよ。今切り分けるね。フルーツとかクリームが崩れちゃう。うーん、綺麗に切るの難しい。これじゃぐちゃぐちゃになっちゃう。え、どうしたの？いきなり私の手を握って切るの手伝ってくれるって。さあ、じゃあ一緒に切ろうか。あ、上手。綺麗に入っていくよ。うん、ちゃんと切れた。じゃあハッピーバースデー。はい、あーん。何照れてるの。普段は全然平気なくせに、ちょっとは私のこと意識してくれてるのかな。あ、そうそう、ケーキって言えばバースデーケーキだけじゃなくてウェディングケーキもあったね。大きなケーキを二人で切り分ける。
そういうのは憧れちゃうな。言われてみれば、あれケーキ入刀みたいだったね。もう変なこと言わないでよ。私たちまだ学生だし、その結婚とかそういうのはまだ早いんだから。はい、お疲れ様。私ものぞみとケーキ食べてみたいな。当日じゃないにしても、あの有名人から誕生日お祝いしてもらえるなんてすごいことなんだからね。あんたすごく恵まれてるんだから、ちゃんと自覚しておきなさいよ。のぞみと一緒にいられる時間をもっと大切にしなさいってこと。普通の態度ばっかりだと愛想を尽かされるかもしれないわよ。気をつけなさい。それじゃ今回はこの辺にしておくわ。バイバイ。私寝ちゃってたの？ケーキ待ってたせいかな。君と喫茶店にいる夢を見ちゃって。え？君の誕生日を？どうしてそのこと知ってるの？へえ、同じ夢を見てたんだ。前にもこんなことあったよね。お客様、お待たせしました。ケーキセットになります。あ、これ夢の中に出てきたケーキと同じ。うん、そうだね。ケーキ入刀した、ってそのことは思い出さないで。恥ずかしいから忘れて。